皆様ごきげんよう。マイスク新刊紹介の時間です。司会は私、先日のリオオリンピックで体操が団体で金を取った瞬間涙した草上です。今回は3月に出されました世界文化社の褒めて伸ばす白井流で子どもの才能を見出すを紹介します。早速この本を担当した岸さんにお話を聞いていきます。では岸さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、この本はどんな経緯でどんな人に向けて出された本ですか？うん、もうね、今はまあときめく白井健三君ってね、で、あの草上さんも言ったけど、まあ、かわいい、ちゃん、かわいい、草上さんも言ったけど、やっぱり、まあ、団体の金、ね、もう取ったよね。で、これから床かな、始まるんですけども、もう結構、もう前からね、何年か前からすごく取り上げられていて、もう中学生ぐらいの時から、もうすごいこう、自分の名前のついた技をね、こう開発してやったりとかして、もう世界が注目している人なんだけど、もうスーパーヒーローというか、すごいそういう選手を育てた親御さんたちってどういう人たちなの、でどんな子になったので、どうしてこういう立派な子を育てることができたんだろうっていう疑問があってね、でそれもそしたら一冊の本にできるんじゃないかっていうまでできたのがこの本なんですね。うん、だからね、ちょうどここにこうね、健三君のこうね、特徴のあるこう目線というかね、こう顔が映ってるんだけれども、この本の主役はこのご両親、うん、2人とも実は体操、元体操選手で、お父さんはもうずっと今でも教えてらっしゃるんだけれども、この2人が主役の本になっています。はい、はい、だからずっと何て言うかな、だからやっぱりもうこの2人に取材をしなくちゃいけないから、もう何ヶ月もかけてこのご両親に働いている体操クラブに行ったりとか、そのご自宅までお伺いしたりとか、で実際にその健三君が出るその大会にも一緒に、代々木の体育館だったんだけど、そこにも一緒に行って観戦したりとかね、そういうことをしながら作っていった本なんですよね。ご両親はどんな方でしたか？ね、読んでみると分かるんだけど、特別な、なんかね、特別なことはあんまりしてなくて、なんか特別な方法とか、なんか育て方とかっていうことじゃないんだけど、もうとにかく徹底して子どものために、すべてを捧げるというか、子供のためにもうすべてを犠牲にしてまで応援しているっていう感じ。だから大会があれば必ずどんなところにでも行って応援してるんだ。今もちょうどこの間ね、リオにリオオリンピックやってるけれども、やっぱご両親行ってるよね、現地にね。もう地球の反対側だろうがどうだろうが、必ず子供たちが出る大会を応援してるし、でもう食事に関しても、であと家でもね。この子たちがリラックスできるようにあえてもう何もあれやれこれやれって言わない。そうですね、書いてありますね。甘やかせているみたいな言い方するんですけど、全てはだらしなくみたいな。そうそうそう、でその代わりでもやっぱり体操のね、そういうトップクラスってすごく大変だから、そこに集中してもらうために全部手を出してやってあげるんだっていう、そこまでのね、情熱をそういう人たちなんでね、でもそこまでやれればやっぱり確かにすごいよなっていうふうに、ね、思うような内容になってますね。はい、わかりました。うん、成果のしたところはどこですか？やっぱり一つ一つその健三君とか、あと他にもご兄弟がいるんでね、一つその今その人生だったりとか、なんでその時そうしたの、なんでそういうふうに考えてそういうふうに接したのっていうのを聞き出す、やっぱり時間とね、その労力がやっぱり大変でした。取材がただ単に聞けばいいっていうわけではないし、すごく両親の考えを掘り下げていかなくちゃいけなかったので、まあ、そこに一番こう力を注いだというかね、でもその分いい内容になったなと思うので、はい、でも貴重な、今思うとすごく貴重な時間帯で、こうやったり子供の時の写真なんかもね、こう、ね、こうなんかまだ本当ちっちゃい時に、ね、海水浴で1年に1回だけなんかこうやってこうできる時があったからっていう、そういう写真が撮ってあるんですね。うん、ね、そうこんな風にちょっとまとめて、ね、いろいろとこう小さいとかちっちゃいとか、こんな風にこう、ね、そう本当にまだだってまだこの子大学生だからね、健三君はね、うん、まだ若いし、つい最近これから、うん、はい、うん、では最後にこの本のおすすめポイントをお願いします。うん、ですね、結構紙面作り、内容もそうなんですけども、結構この文字組みなんて言ったりするんだけど、紙面作りも苦労してます。やっぱりあんまりこう、ね、なかなかこう文章、長い文章読むのって大変だったりすると思うので、あんまりその普段
本読まない人でもサクサク読めるけど、ね、分かりやすい文字組みとか余裕のあるこう字の組み方をしたりとか、あとところどころこうやってこう大きな写真を入れてね、こうちょっとこうなんていうのかな、あるこう、ね、写真集じゃないけれども写真を見ても楽しめるっていう形にしてます。でそこにちょっとしたこうキャッチコピーなんかも入れたりとかね、でお母さんがこれね、あの市役所の感染でお弁当を作ってるところなんかも撮らせてもらったりしてるんだけれども、写真でもなんかその開いても振り返ることができるような作りになっているのでね、あのそういった意味ではすごくね、手に取りやすい形になってるんじゃないかと。ですね、なんかパッと見た感じでも、うんね、すごい読みやすそうだなと思って、うん、文字だばかりじゃなくて、ね、でところどころ、ね、そのインタビューしている風景とかこう思い出の結婚祝いの品物なんだよね、これなんかはね、うん、兄弟でプレゼントしたものね、なんかこういうのも撮らせてもらったりとかね、あと一番はこれかな、これ。あ、ね、すごいですね。なんだこれは、これね、ちょうどね、3兄弟が取ったメダルとかトロフィーを全部部屋の中に飾ってるね、こうやって。もうだから、ね、何がどこにあるか分かんないぐらいになっちゃってるっていうぐらい、ほんと飾ってて。でそうすることで子供たちのその頑張りをたたえて、そのいい時の思いをこう常にこうなんか描けるように、モチベーションマップにつなげられるようにっていうんで、ずっと部屋にこうやって飾ってあるので、でこれもやっぱりご両親が考えている子供への愛情の表現なんですね。なかなかここまでのことをね、やるとちょっとすごいよね。なんかカーテンかなんかがあるのかなと思ったら、メダルだからね、全部。うん、でこういうところもあのお邪魔させてもらって撮影したりしてました。あ、そうですよね、うん、そうなの、うん、で、本当いい経験をさせてもらったしね、うん、すごく、ね、愛情を感じましたね、うん、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、こちらの世界文化賞に出された、うん、褒めて伸ばす知らん理由で子どもの才能を見出すとは、うん、全国書店、アマゾンでお買い求めになります、はい、ぜひ買って読んでみてください、うん、以上でマイスク新刊紹介終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張れ日本！